もうディオは名台詞もたくさんあって、それこそあげたらキリがないので、なのであえてディオが言われた台詞、が好きだなって。これジョジョファンだったら誰しもが言いたいんじゃないかなっていうので、今日みんなで言ってみましょうかね。さすがディオ、俺たちにできないことを平然とやってのける、せーの、そこにしびれる、憧れる。全然言わないじゃないですか。これ絶対言いたいセリフだったでしょ、はい、僕も大好きなセリフです。以上です。はい、ありがとうございます。僕が初めて帝劇に立たせてもらったのは、王家の紋章で、しかも、主人公の宿命のライバル役。あれあれなんか聞いたことある。で、今回立たせていただくのが、まあ、その時王家の紋章が、初演再演で2回立っていて、で今回3回目になるんですけど、日本初の、漫画原作オリジナルミュージカル、主人公の宿命のライバル、いや僕しかいなかったんだなという風に思っております。何を隠そう、僕は巷では、ま、ちょっとした有名な声優なんですけど、はい、結構なんかいろいろやってるんです、はい、ちょっと人気もあるんですよ、はい、ですけど、そのなのでそのアニメ業界とか声優業界の中でやっぱジョジョって特別 で、だから触れる機会もたくさんあったんですけど、なんならオーディションにも行ったこともあって、自分の初ジョジョがでミュージカルになるとは思ってなかったので、まずそこにびっくりしましたが、僕はそのジョジョの中でやっぱ第1部がすごく大好きで、でコミックスも読んでいましたし、なのでその中でそのディオブランドをやれるっていうのはこの上ない喜びだし、まあ、プレッシャーももちろんありましたが、とても光栄なことだったので、このミュージカルに僕の初ジョジョを捧げましたよね。はい、だからその思いはすごく強いので、最高に、面白い、リオを本当繊細に彼の心情を演じていきたいなというふうには、思っております。